中川京貴君。皆さんこんにちは。沖縄自民党会派の中川京貴でございます。一般質問を通告しております。項目により質問を行いますが、実は昨日の島袋大議員の質問について、質問通告後に報道がなされた重大な問題でありますので、議事課と執行部には連絡済ませております。質問を行います。総務部長の昨日の発言は大問題です。今日の新聞にも、会食には利害関係のある職員はいなかった、だから問題がないと言っているが、本当にそれで通じるのか。知事、これ今日の新聞に出ておりますが、見ました？これはもう部長と、また答弁ではですね、一切問題ないという答弁がありましたけれども、これを問題があると指摘して質問を行います。契約日の前に契約業者が飲食することは、関係部署に関係なく、すべての職員は飲食を控えるべきだ。市町村は当然のことです。ジャハナク副知事、行政経験上よくわかると思います。多くの県庁職員は、昨日の総務部長の答弁で、部署が関係なければ、契約業者と契約日前でも飲食してもいいんだと理解しています。そんな悪しき前例を作っていいんですか。それと総務部長は、新聞に利害関係のある職員はいなかった、だから大丈夫と述べています。総務部長、倫理規定第4条を読み上げます。第4条、関係業者との接触にあたっての禁止事項。職員は関係業者との接触にあたっては、次に掲げる行為はしてはならない。ただし、個人的友人関係等、基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについてはこの限りではない。その行為には会食が含まれております。1、総務部長は会食に参加した一般職員2名がどのような関係で飲食を共にしたのか、ヒアリングをしたのか確認をします。2、そしてすべての関係者から利害関係がないのか、調査ヒアリングした上で利害関係がないと判断したのか伺います。3、そして一番重要なのは、総務部長は利害関係がないから問題ないと言っているが、倫理規定第4条では職務に関係ないものについては問題がないと書いている。そこはどう説明するのか。利害関係がないものは問題ないという間違いじゃないですか。4、SDG ワーキングチームは職務に関係ないと断言できますか。万国診療会議の主要テーマの一つが、知事の公約の一つ、SDGs です。その SDG を検討する中で、飲食に参加したワーキングチームのメンバーはいないでしょうか。しかも SDG の委員が島袋准教授です。確かにワーキングチームは契約には関係ないけど、倫理規定第4条には職務に関係のないものは問題ないと書いています。私は職務に関係あると理解するが、その SDG ワーキングチームは万国診療会議に関係ないと断言できますか？これは知事、答えてください。この件については両副知事も答えていただきたい。しかも飲食に参加したワーキングチームの職員の一人は、この飲食のブログを削除している。悪いことがなければ削除する必要はないと思いますが、この件についても答えていただきたい。それでは、項目に従って質問を行います。1、知事の政治姿勢について。1、玉城知事は就任約1年となりました。これまでの実績と結果、残り3年に向けて知事の政策やビジョンを伺います。2、沖縄県行財政改革の実績と今後の行財政改革の必要性について伺います。3、県内企業優先発注や県内業者への下請け状況など、県産品活用に対する知事の考え方を伺います。防衛局総合事務局県発注実績。4、米軍基地内工事、ボンド工事の県内企業優先発注に対する知事の取り組みを伺います。2、県内社会資本整備について。1、慢性的な交通渋滞は沖縄県の社会経済的な面に相当な影響を及ぼしている。どのような方策を取っているのか。2、高速道路の交通渋滞について、高速道路の現状と対策について伺います。E、沖縄市において、1万人収容、多目的アリーナ建設に伴い、
南インター、北インター地区の交通渋滞が予測される。交通渋滞対策として出入り口の拡幅工事や新たなアリーナ直接行ける道路を作るべきではないか。う、沖縄市南インター、北インターの間に嘉手納町から沖縄市意見島を向け、県道74号線仮称意見島インターアウトインができるフリンターをこれまで一般質問してきましたが、その現状について伺います。 A、 沖縄市北インターからうるま市石川インターの間に仮称中インターを作るべきだとうるま市から要請があったと思うが、現状について伺います。 3、 社会資本整備を進めるあたり、県道の有効利用と自然景観保全の調和を図りながら、鉄軌道を含めた陸上交通網体系を図る必要があると、現在の進捗状況と県の基本的な考えを伺いたい。かっこ那覇市、浦添市、西原町においてはモノレールや鉄軌道、LRT、路面電車の必要性について。4、戦前嘉手納町は南部から嘉手納ロータリーまで警備鉄道がありました。第二次世界大戦時に鉄道比謝橋も破壊され、国道58号線の比謝橋においては復元されましたが、警備鉄道においては復元されておりません。私は沖縄県の振興の一つとして、西回りの那覇市から浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、名護市と、東回りは南部から西原町、中城村、北中城村、沖縄市、名護市、北部まで1時間で着く鉄軌道を通すことが、将来の観光立県に向けた沖縄振興策になると、これまで一般質問、内容質問で取り上げてまいりましたが、県の見解を伺いたい。5、所有者不明土地の現状と今後の課題について伺いたい。あ、所有者不明土地によって住宅建設や道路整備、再開発事業など、まちづくりに障害はないか。E、所有者不明土地、または所有者不明墓による市町村に対する影響と課題対策について伺いたい。6、東部海浜開発事業の早期実現が求められているが、事業の必要性とこれまでの経緯、予測される今後の課題、完成時期や総予算について伺いたい。7、柳原町と西原町にまたがる中城港湾マリンタウン地区への大型埋設計画の現状と今後の課題について伺います。3、土木行政について。1、西原町二級河川小発川の現状と課題及び進捗状況について伺います。あ、これまでにも幾度となく氾濫を繰り返した小発川が6月24日月曜日、26日水曜日の両日も氾濫し、周辺地域の住民に多大な損害を与えた。映像が全国放送でも流れ、国民の知るところになったが、管理者としての対応と責任について伺います。E、これまでも改修工事完了によって、氾濫は防げると説明を受けてきましたが、河川改修工事の事業認定を受けていながら、大幅な工事の遅れが地域にとって被害拡充につながっているとするならば、これは災害ではなく人災と言っても過言ではないかと思われるが、当局の見解を伺う。う、地域住民からは、人道橋の改修にあたっては、アーチ型の設置を再三要望、要請と行っているとのことだが、県は西原町に委託するだけで、地域の要望に応える考えはないのか。A、地域住民から氾濫後の二次災害、粉塵対策としての要望として、道路の洗浄を地域住民が行う上で、水タンク及び洗浄ジェッターと水洗浄用一時処理、下水処理場より協力済み、二次洗浄用水については未定の提供を求められていると思うが、その要請に対し、県の対応を求める。O、当初計画の景観が大幅に変更され、地域住民には事前の打ち合わせもなく、事後報告、住民からの指摘によりでしかないことに、住民との信頼関係が大幅に損なわれているように思われるが、今後の改修工事の進め方と、大雨 をはじめとする台風等の災害に対し、どのように対策を考えているのかを伺います。2、北中城村、島袋地域の雨による冠水被害解決に向けて、その後、県北中城村防衛局は話し合いをしたのかを伺いたい。4、水産観光振興について。1、2018年度の観光収入の実績に関し、その内容と特徴、課題等、または年次等の、次年度の目標について伺いたい。2、海の牧場、海洋牧場、釣り公園、海上レストラン等を建設し、沖縄独自の施設実現について県の見解を伺いたい。3、1100万人観光立県に向けて国道58号線交通渋滞緩和のための手段として高速船の活用を求める海上タクシー、クルーズ船、あ、那覇空港拡張整備に伴い空港内に港湾整備をして那覇市から北谷町約15分、嘉手納町20分、予備炭素25分、恩納村30分、名護市40分、本部町50分と高速船を活用し1100万人観光立県に向けての
会場のインフラ整備はできないか、いい港近くを整備し、タクシー、バス、レンタカーなど連携し、国道、県道、中北部の交通渋滞の対策はできないか、クルーズ船の受け入れ体制について、クルーズ船機構の増加、海外航空路線充実と外国人観光客の受け入れ体制の整備と新たな観光資源の開発、これまで実績と今後の課題やリピーターを飽きさせない県の取り組みについて伺いたい。5. 子ども子育て支援について、1. 中学3年までの医療費無料制度を実施できないか、中学3年まで引き上げた場合の人数と予算について、小学校6年まで引き上げた場合の人数と予算について、2. 市町村による現物給付制度の状況と今後の課題について、 3. 給食費の小中学校で無料化した場合の予算額はいくらか、学校数、対象者数。6. 人材育成について、 1. 奨学金制度について、あ、進学を支援する奨学金制度の拡充が求められているが現状を伺う。 E. 返還義務のない奨学金制度の予算と実績について伺う。 U. 進学を希望する奨学金に対し無利子支援はできないか、現在県市町村の奨学金の人数と予算と項目について。 A. 沖縄県として高校生、大学生等の若手の語学専門生に育てる留学などの派遣交流事業はどのように実施されているか伺いたい。 7. 防災対策について、1. 災害時及び台風時の対策として47市町村における自治会の発電機の設置状況について伺う。自治会の数と数と。 2. 台風や津波または事故等で電気が使えなくなった時の対策として、自治会公共施設または住宅、店舗に太陽光、風力、発電機を導入し蓄電池を備えた防災対策をするための補助金を作るべきではないか伺います。答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。知事、玉城デニー君。中川恭輝議員の質問にお答えいたします。知事の政治姿勢についてのご質問の中の1の括弧1、知事就任1年の実績と結果についてお答えいたします。私は昨年10月の知事就任以来、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会の構築の3つの視点から施策を展開しており、私が掲げた公約については、そのすべてに着手をしたところであります。新時代沖縄の到来では、県経済の発展と県民所得の向上に向け、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に基づく諸施策を推進しているところであります。誇りある豊かさでは、日米地位協定の問題点をさらに明確化していく他国地位協定調査を実施するとともに、平和につながる身近な社会貢献活動に取り組む個人や団体等を表彰する草の根平和貢献賞の公募を開始したところです。沖縄らしい優しい社会の構築では、子どもの貧困対策を最重要施策と位置づけ、諸施策を展開しております。離島振興については、本島と北大東島間の海底光ケーブルの整備など、離島の定住条件の整備や、地域の特色を生かした産業の振興に取り組んでおります。沖縄県は3年後の令和4年に復帰50年という大きな節目を迎えます。残り3年となる沖縄21世紀ビジョン基本計画の総仕上げに向け、各種施策に全力で取り組むとともに、これまで実施した各種施策等について総点検を行うなど、新たな振興計画の策定に向けて取り組んでおります。引き続き、経済、文化、教育、福祉、保健医療、基地問題など、すべての分野の課題に全身全霊で取り組んでまいります。その他の質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。総務部長、金城博正君。
1の知事の政治姿勢についてのご質問の中の括弧に、行財政改革の実績と必要性についてお答えいたします。県では平成30年3月に沖縄県行政運営プログラムを策定し、平成30年度から令和3年度までの4年間全庁を挙げて取り組んでおります。平成30年度の実績は29の実施項目のうち25項目についておおむね計画通りに進捗しております。県としては多様化する県民自治に際し、限られた財源、人的資源を最大限に活用し、質の高い行政サービスの提供に取り組むため、今後も行財政改革を推進していく必要があると認識しております。次に、追加質問の中の、括弧1、会食には利害関係のある職員はいなかったので問題ないとの発言についてお答えします。沖縄県職員倫理規定上、該当するものではないということを確認していることから、問題ないと発言しているところです。具体的に申し上げますと、今回の場合、一つ目として、私的な友人関係にある会食であること、業者と利害関係ある職務に従事する職員はいなかったこと、3点目としまして、会食の対価は支払い済みということを確認しております。以上のことから、倫理規定には反しないと考えております。次に、2、契約業者との契約前の飲食についてお答えいたします。沖縄県職員倫理規定では、関係業者との接触にあたっては、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては除外されております。次に、3、会食に参加した職員等へのヒアリングについてお答えいたします。沖縄県職員倫理規定は、職員と職務に利害関係のある業者等との接触に関し、遵守すべき事項を定めたものであります。県職員については、友人関係だと確認しております。4、利害関係がないものは問題ないとの認識について、お答えいたします。沖縄県職員倫理規定は、職員と職務に利害関係のある業者等との接触に関し、遵守すべき事項を定めたものであります。4条の正し書きにおいて、家族関係、個人関係については除外されております。次に、9の括弧6、ブログの削除についてお答えします。個人の判断で行ったものと認識しております。以上でございます。土木建築部長、上原国定君。1、知事の政治姿勢についてのご質問のうち、括弧3、県内企業への優先発注等についてお答えいたします。平成30年度土木建築部発注工事における県内企業の受注額は約450億円、受注率は 96.7% となっております。沖縄総合事務局においては、受注額は約298億円、受注率は54%、沖縄防衛局においては約424億円、63.9% とのことであります。県では毎年、沖縄総合事務局および沖縄防衛局に対し、県内建設業者への受注拡大、建設資材等県産品の優先使用等を要請しており、今後とも県内企業への優先発注に努めてまいります。次に1の括弧4、米軍発注工事の県内企業優先発注の取り組みについてお答えいたします。米軍発注工事においては、15万ドルを超える案件に対して、100% の契約保証が義務付けられており、このことが入札参加の課題となっております。そのため、県では毎年、米軍等関係機関に対し、可能な限りの分離分割発注と、ボンド率の軽減を要請しております。今後とも関係機関へ要請を行い、県内建設業者の受注機会の拡大に取り組んでいきたいと考えております。次に、2、県内社会資本の整備についてのご質問のうち、括弧1、交通渋滞対策についてお答えいたします。那覇市内の平日混雑時の平均旅行速度は約16キロメートルと、
全国最低の水準であり、交通渋滞が慢性化している状況であります。新たな交通網の整備による抜本的な対策として、二環状七号車道路の整備や国道58号沖縄自動車道及び国道329号の3本の南北軸を東西に連結するはしご道路ネットワークの整備を国と連携して推進しております。また短期対策として右折帯設置や公安委員会との調整による信号源氏の変更などの渋滞ボトルネック対策に取り組んでおり、引き続き交通渋滞緩和に資するハード対策に取り組んでまいります。次に2の括弧2のあ、高速道路の渋滞対策についてお答えいたします。沖縄自動車道については現在本線部の3箇所が主要渋滞箇所に選定されております。また沖縄北、沖縄南、西原等のインターチェンジ接続交差点が主要渋滞箇所として選定されております。県では国やネクスコ西日本等の関係機関と連携して渋滞ボトルネック対策やインターチェンジの増設等により沖縄自動車道の交通渋滞対策に取り組んでいるところであります。次に2の括弧2の E、 アリーナ建設に伴う交通渋滞対策についてお答えいたします。沖縄市多目的アリーナ建設地に近接している沖縄自動車道の沖縄南インターチェンジの接続交差点については、沖縄地方渋滞対策推進協議会において、主要渋滞箇所として選定されております。県では渋滞ボトルネック対策として、県道における右折帯の延長及び2車線化を行ったところであります。また、ネクスコ西日本において、沖縄南インターチェンジ内の右折2車線化について検討を行っているとのことであります。次に2の括弧2のう、意見等インターチェンジ仮称の現状についてお答えいたします。意見等インターチェンジ仮称についてははしご道路ネットワークに位置づけられており、地域活性化や主要渋滞箇所である沖縄南及び沖縄北インターチェンジ周辺の渋滞緩和に資することから、その必要性を認識しております。今年度は県において予備設計を実施しており、関係機関と連携して早期の事業化に向けて取り組んでいきたいと考えております。次に2の括弧2の A、 うるまインターチェンジ仮称の現状についてお答えいたします。うるま市から要望のあるうるまインターチェンジ仮称及び東西連絡道路についてははしご道路ネットワークに位置づけられていないことから、交通需要や整備効果等を踏まえ幹線道路ネットワークとして位置づける必要があります。今後うるま市と連携して可能性を検討していきたいと考えております。次に2の括弧5のあ、所有者不明土地等の公共事業の影響と課題についてお答えいたします。2の括弧5のあと2の括弧5のいは関連しますので一括してお答えさせていただきます。公共事業における所有者不明土地の取得については、土地収用法に基づく不明採決申請や不在者財産管理制度を活用し権利を取得する方法があります。また所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行され、一定の要件を満たす場合には公共事業における収用手続きにかかる期間の短縮が図られることとなっております。なお同法に関する県への相談件数は平成30年度において2件となっております。県としては所有者不明土地に関する課題の解決に向けて関係法令の周知に努め、関係機関等と連携して対応してまいります。次に2の括弧6、合わせ地区埋め立て事業の必要性課題等についてお答えいたします。うるま地区、合わせ地区埋め立て事業は地元からの強い要請に基づき、沖縄本島中部東海岸地域の振興を図るために実施しております。県は平成17年度に事業着手し、平成22年度には環境等に配慮して、埋め立て面積を当初計画の約半分にしております。現在、令和7年度の埋め立て完了を予定しており、総事業費は約397億円を見込んでおります。
また社会経済動向に即した土地利用計画とすることが課題となっており、現在沖縄市において検討を行っております。県としては今後とも国や沖縄市と連携を図りながら事業に取り組んでまいります。次に3、土木行政についてのご質問のうち、括弧1の案、小発川の浸水被害に対する河川管理者の対応等についてお答えいたします。去る6月26日、沖縄本島中南部地域の豪雨により各地で道路冠水や土砂崩れ等が発生し、県民生活に多大な影響を及ぼしております。小発川流域においても道路冠水や床下浸水などの被害が発生しております。県では現在国道329号から西原町役場付近までの約800メートルの区間について西原町と連携を図りながら浸水被害の軽減に向け早期整備に取り組んでいるところであります。次に3の括弧1の E、 河川改修工事の進捗状況についてお答えいたします。小発川河川改修工事において河口から国道329号までの約900メートル区間については用地取得が難航したものの、下流から順次整備を進め平成29年度に完了しております。国道から西原町役場までの約800メートル区間については平成30年度から工事に着手しており、令和4年度までに整備が完了できる令和4年度までに整備が完了できる見込みとなっております。県は引き続き西原町と連携し早期整備に取り組んでまいります。次に3の括弧1の U、 人道橋の改修についてお答えいたします。国道329号から西原町役場までの区間において小発川を横断する人道橋は2橋あり、いずれも西原町が管理する施設であり、1橋はすでに整備を終えております。残りの1橋について西原町に確認したところ、上部工の橋梁形式を PC 橋とする設計を行っているとのことであります。人道橋の橋梁形式については施設管理者である西原町において経済性、施工性等を考慮し適切に判断されたものと理解しております。次に3の括弧1の A、 地元の要請に対する県の対応についてお答えいたします。小発川における浸水被害等の発生後、地域住民から道路清掃活動時に必要な資機材等の提供を求められております。県としては氾濫後の清掃等への対応について西原町と意見交換を行ってきたところであり、西原町において清掃活動に必要な資機材等の購入を検討しているとのことであります。県は地域住民の安全安心を図るため西原町と連携し浸水被害の軽減に向け取り組んでまいります。次に3の括弧1の O、 今後の改修工事の進め方等についてお答えいたします。小発川については平成15年度の事業着手以降毎年約3億円の事業費を投入し、集中豪雨や台風時の降雨による浸水被害の軽減に向け整備延長約3800メートルの河川改修に取り組んでいるところであります。現在工事中である国道329号から西原町役場までの区間について平成30年度から地域住民に対し工事説明会を開催しております。県は引き続き地域住民や西原町と連携し周辺の景観と調和した河川整備を進め令和10年度の事業完了を目標に取り組んでまいります。次に3の括弧2、浸水被害の解決に向けた関係機関との話し合いについてお答えいたします。県は島袋地域での浸水対策について北中城村および関係機関と情報を共有する場を設定し効率的に事業が進むよう支援してきたところであります。現在北中城村において島袋地域の浸水被害の早期軽減に向け雨水調整池および季節水路の改修工事を実施しているところであります。県は引き続き予算面や関係機関との調整などで支援協力してまいります。以上でございます。企画部長宮城勉君。
追加質問の括弧後、SDGs ワーキングチームとの関係についてお答えいたします。会食したものの中に後の SDGs ワーキングチームのメンバーがおりましたが、ワーキングチームの設置は令和元年6月18日で、万国診療会議に係る委託業務の契約日である5月24日の後後となっており、 SDGs ワーキングチームメンバーはこの職務との関係はないものと考えております。続きまして2、県内社会資本の整備についての括弧3、陸上交通体系の進捗状況と県の考え方についてお答えいたします。本県の総合的な交通体系のビジョンを示した沖縄県総合交通体系基本計画の目標である強くしなやかな自立型経済の構築及び沖縄らしい優しい社会の構築を図るためには、体系的な道路網の整備を着実に進めるとともに、公共交通の充実に向けた取り組みが重要であると考えております。このため現在はしご道路をはじめとする幹線道路ネットワークの整備や定時速達性の高い基幹バスシステムの導入等に取り組んでいるところです。また長期的な観点からは、骨格軸となる鉄軌道とフィーダー交通が連携する利便性の高い公共交通ネットワークの構築に向けた取り組みを推進しているところであります。同じく2の括弧4、鉄軌道ルートにおける県の考え方についてお答えいたします。鉄軌道のルートについては、沖縄21世紀ビジョンに掲げる将来像の実現等の観点から、県域間連携の強化や移動利便性の向上等の公共交通の役割や採算性等について考慮しながら検討を行いました。この結果、那覇市から宜野湾市、北谷町、沖縄市、恩納村等を経由して名護市を結ぶルートを構想段階における概略計画として決定したところです。なお、今後公共交通の利用環境改善等による利用促進が図られ、公共交通の需要が増加することも考えられることから、将来的には鉄軌道の延伸等について公共交通の利用状況や地域のニーズ等を踏まえ検討していく必要があると考えており、当該方針については沖縄鉄軌道の構想段階における計画書に盛り込んでおります。次に4、水産観光振興について、4の括弧3のあ及び4の括弧3のい、交通渋滞緩和のための高速船の活用について、4括弧3のあと4括弧3のいは関連しますので恐縮ですが、一括してお答えいたします。那覇港から本部町、恩納村および北谷町の港を結ぶ高速船については、昨年9月に国が実施した実証実験に参加した民間事業者において本年4月から定期運行が行われております。現在当該事業者において観光客の利用拡大を図るための周知活動を行うとともに、通勤利用者の需要喚起を図るため10月7日から11日のまでの5日間那覇北谷間における無料乗船の企画を実施する予定と聞いております。また県では那覇空港から那覇バスターミナルや那覇港の高速船の船着き場などを結ぶシャトルバスの運行可能性等について調査検討を行うこととしております。県としましては当該事業者の運行状況を注視しつつ、今後の需要動向を見ながら国や観光部局をはじめとする関係機関と連携して引き続き検討を行ってまいります。以上でございます。文化観光スポーツ部長、荒垣健一君。2、県内社会資本整備についてのご質問のうち、括弧7、大型埋設施設整備計画の現状と課題についてお答えをいたします。県では大型埋設施設の整備に向け、課題となる整備財源の確保策を中心に事業の在り方について再検討を行い、今後の進め方を整理することとしております。現在民間資金を活用する官民連携の手法について、国内外の事例調査など各種情報の収集に努めるとともに、
今後専門家委員会を立ち上げ議論を深めていくこととしております。県としては沖縄の成長可能性を引き出す大型埋設施設の早期整備に向け引き続き関係機関と連携して取り組んでまいります。次に4、水産観光振興についてのご質問のうち括弧1、観光収入の実績及び目標値についてお答えをいたします。平成30年度の観光収入は対前年度比 5.1%、 額にして約356億円増の約7335億円となり、6年連続で過去最高を記録し、初の7000億円台となりました。これは入期観光客数が増加したことが主な要因でありますが、その一方で1人当たり消費額の伸び悩み等が課題となっており、沖縄観光の質的向上が重要であると認識をしております。また令和元年度の目標値は8000億円と設定しており、達成に向けて誘客戦略とともに人材育成や消費環境の整備など受け入れ体制のさらなる強化に取り組んでまいります。同じく括弧3のクルーズ観光等の受け入れ体制についてのご質問にお答えをいたします。クルーズ船の寄港回数は平成30年に528回、国際航空路線は現在那覇空港14路線、石垣空港2路線、下地島空港1路線の計17路線、242便が就航しております。外国人観光客の受け入れ体制については観光事業者側の外国語対応能力不足や案内表記等が課題であると考えており、これまで語学人材研修、メニューや看板等の翻訳支援を実施してまいりました。また民間事業者等が行う新たな着地型体験型観光コンテンツ等に対しての開発支援も行っております。県としましては引き続きクルーズ船の誘致や新たな路線誘致を図りつつ、何度訪れても新たな出会い発見がある観光地となるよう取り組んでまいります。以上でございます。失礼しました。農林水産部長長峰豊君。4、水産観光振興についてのご質問の中の4の括弧に、海の牧場についてお答えします。海の牧場については、定置網漁業等を活用した魚類の畜養や加工処理により、水産資源の有効活用や水産物の付加価値化を高めるとともに、定置網漁業の体験およびダイビングなどによる観光漁業等を総合的に組み合わせたものと考えております。海の牧場の可能性については、漁協や市町村の要望に加え、養殖の専門家の意見および費用対効果等を踏まえ検討してまいります。以上でございます。保健医療部長須中康君。それでは5の子ども・子育て支援についてのご質問の中の括弧1、子ども医療費助成制度の拡大についてのご質問にお答えします。県は平成30年6月および11月に子ども医療費助成事業主管課長会議を開催し、各市町村と制度の拡充に向けた意見交換を行ったところであります。また今年度5月に子ども医療費助成制度の拡充に係る市町村の意向調査を行ったところであり、その調査結果を踏まえ、引き続き対象年齢の引き上げについて中学卒業までを視野に入れながら市町村と協議を進めていきたいと考えております。次に事業費等につきましては、現時点での試算では児童償還方式で中学3年まで引き上げた場合、約14万8000人の増、事業費は
約10億円増の約27億円、また小学校6年まで引き上げた場合、約9万8000人の増、事業費は約7億円増の約24億円と見込んでおります。次に、括弧2の市町村の現物給付の状況と課題についてのご質問にお答えします。未就学児への現物給付につきましては、県内全市町村で実施されております。また、課題としましては、小中学生への現物給付に対する国民健康保険の国庫負担金減額調整措置が行われることであると考えており、県としましては、全国知事会等を通じて、国に対し、同調整措置の廃止を要請しているところであります。以上でございます。教育長、平敷昌人君。5の子ども・子育て支援についてのご質問で、括弧の3、学校給食費の予算額等についてお答えいたします。平成30年度の本県公立小中学校における学校給食費は、小学校265校で9万9314人に対し、約45億円、中学校145校で4万5000飛び13人に対し、約22億9000万円、総額で約67億9000万円となっており、無償化した場合も、最大で同額程度となります。次に、6の、括弧1の A、6の人材育成についてのご質問で、括弧1の A、奨学金制度の現状についてお答えいたします。県教育委員会が実施している給付型奨学金としては、平成28年度に創設した沖縄県県外進学大学生奨学金があり、経済的理由で県外進学が困難な大学生に対し、入学支度金30万円以内および月額奨学金7万円を給付しております。貸与型奨学金としては、沖縄県国際交流人材育成財団による高校生や大学生等に対する無利子の奨学金があり、その貸し付け原資に対して県から補助等を行っております。奨学金の額は高校生等が月額1万8000円から3万5000円、大学生等は月額2万1000円から8万円となっております。次に同じく6の括弧1の E で、給付型奨学金制度の実績等についてのご質問にお答えいたします。県教育委員会が実施している給付型奨学金については、平成28年度の創設以来、毎年25人を採用し、平成28年度は25人に約725万円、平成29年度は50人に約2631万円、平成30年度は75人に対して、約4741万円を給付しております。予算額については、採用人数の拡充に伴って毎年増加しており、令和元年度は100人分の給付額と事務費を合わせて7113万8000円となっております。次に同じく6の括弧1の U で、県及び市町村の無利子奨学金についてのご質問にお答えいたします。沖縄県国際交流人材育成財団が実施している無利子奨学金について、平成30年度は高校生や大学生等2090人に6億3188万3000円を貸与しております。また、県内の市町村が実施している貸与奨学金については、人数や予算は把握しておりませんが、実施されている貸与奨学金は無利子と聞いております。次に同じく6の括弧1の A、高校生の留学などの派遣交流事業についてのご質問にお答えいたします。県教育委員会では、
国際社会で主体的に活躍できる人材の育成を目指して、沖縄振興特別推進交付金を活用し、高校生を対象に長期留学事業と海外短期研修事業を行っております。平成30年度は長期留学事業で応募者176名のうち85名を欧米、アジア、南米諸国へ1年間派遣し、また短期研修事業では応募者842名のうち215名を米国、中国等に派遣いたしました。今後とも国際社会に対応したグローバルリーダーの育成に努めてまいります。以上でございます。商工堂堂部長、深津昇君。6の人材育成についてのご質問のうち、括弧1の A、大学生等の派遣交流事業についてお答えいたします。県では県内大学生等を対象に、大学生等海外インターンシップ事業を実施しておりますが、語学専門生の派遣交流については、当該事業の対象となっておりません。本事業はアジアでの就業体験等を通して、グローバルな視点と収縮に必要な積極性、チャレンジ精神を醸成することを目的に、沖縄振興特別推進交付金により実施しております。平成30年度の実績は106名をアジアの5カ国へ派遣しております。次に7の防災体制についてのご質問のうち、括弧2、防災対策の補助金についてお答えをいたします。太陽光発電設備等と合わせて蓄電池を整備することは、災害時の停電対策に有効であると認識しております。県としましては、引き続き国の補助事業を活用した蓄電池の導入を促すとともに、関係部局と連携し、支援の対象等を含め、どのような支援が可能か検討してまいります。以上でございます。知事公室長、池田武邦君。7、防災対策についての括弧1、自治会の発電機設置状況についてお答えします。県下41市町村の1063ある自治会のうち、発電機の所有が確認できた自治会は238となっております。引き続き、総務省消防庁による地域防災リーダー育成事業、一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業などにより、発電機の貸し付け購入補助を実施してまいります。以上でございます。中川京樹君。中川京樹君。それでは再質問を行いたいと思っております。先ほど、答弁でですね、飲み会に知事らの、出席者のメンバーは把握していないと知事は答弁しておりましたけれども、これはやはりですね、疑義を正す意味で早急にですね、知事調べていただいて、どういったメンバーでお酒を会食をしたということを報告していただきたいのと、知事はお店はよく覚えてないというようなことを申しておりましたが、これ調べればすぐ分かることですから、疑義を正す意味でもですね、これを明らかにしていただいて、しっかりとした自分が立場をですね、答えていただきたいと思っています。いかがでしょうか。総務部長、金城博正君。はい、お答えいたします。今回の事案につきましても、職員倫理規定に、
触れるか触れないかというふうなこともございました。また併せて知事につきましては、職員倫理規定については、特別職が除かれているというようなこともございます。プライベートのいわゆるその私的な会合ということでございますので、そこについては、そういったところで特段職員については、確認をしているところでございまして、その、職員がどういう関係になるかということは確認をしているところでございます。職務と関係のない、あくまで友人関係の、プライベートの会合だったというふうなことを確認しているところです。中川京樹君。総務部長、あなたの答弁によってここまで今日午前中紛糾したんですよ。プライベートの問題ですか、本当に。これはですね、知事、やはり知事が明確に潔白するためにもですね、これは問題になったのは、この、受注業者が前の日にお酒を飲んだというのが問題なんですよ。これはこれまでの我々、議会議員としても考えられないことなんです。僕はジャーナ副知事にお聞きしたい。冒頭でも聞きましたけどもね、これまで県職員でこういうことありましたか。副知事が、この県庁に入ってですね、職員が、この利害関係がないからといって一緒に食事したってこと聞いたことありますか、副知事。副知事、ジャーナ喜一郎君。質問のご趣旨は、要は、沖縄県職員倫理規定に関連してですね、例えば、ある私は全くこの、その、職務に関係のない方で、この方と私が友人だとします。でその時に、業者がですね、方が、別の部署のところと契約をしようとしている時に、飲んでいいのかというように聞こえるわけですけれども、私は友人関係としてやると会食するということについてはですね、先ほど来総務長が答弁しておりますように、職員倫理規定上はですね抵触しないだろうというふうに考えております。ただやはりそういった中においても、この職員倫理規定のこの趣旨はですね、やはりこの平成8年から平成9年にかけて、国においても、そして当時の県政においてもですね、いわゆる当時一杯のコーヒーからというような流れの中で、この関係業者と県職員のですね、いわゆるこのいろんな会食等の中で、賄賂等の事案が起こったということで、この倫理規定が国においても、そして県にもできたということは承知しておりますが、今、例えば私が申し上げましたようにですね、私が本当にもう旧来の旧知の友人と、で全くたまたま契約はあるにしてもですね、私関係のないところで会食するということについてですね、これ、問題があるかというと、倫理規定上をこう読み解く限りはですね、問題はないというふうに私は考えています。加賀教育君。私が確認しているのはですね、ジャハナ副知事がこれまで行政権限豊かですから、過去に県職員がですね、契約の前の日に酒飲食したということを聞いたことありますか。副知事、ジャハナ喜一郎君。すみません、ちょっとまだ中川議員の質問の趣旨に十分答えられているか分かりませんが、もしその当該職員がですね、そのいわゆる利害関係のあるもの、これを倫理規定では関係業者というふうに規定しておりますけれども、そういう方と会食することはですね、本来は慎むべきであろう。ただこれが友人関係というような形であれば、その限りではないというのが規定に書かれておりますが、ただ、もう明らかに利害関係があるということが本人が分かるような中でですね、やることについては、ある意味控えるべきだろうというようなことは一般的にはあるかもしれませんが、厳格に規定を読み解く限りですね、例えば、友人関係として言って、一切そこで会食の場でも、いろんな関係があると思いますが、具体的ケースでですね、この規定に抵触するかと一概に言えるかというと、そうではないだろうというふうに考えています。知事、加賀教育君。部長、知事、お伺いします。これはですね、私も県議会議員、町会議員も経験しましたけど、こんな例はないと思っています。これは知事を守るためにですね、総務部長も各部長、副知事も一生懸命答弁してますが、これがもし通るなら、倫理規定に問題ないというならばですね、
これ市町村に影響しますよ。そんな悪しき前例を作っていいんですか。今日皆さんが答弁したこと、昨日答弁したことは全部ネットに乗っ取ってですね、市町村で適用されるんですよ。県はですね、各部署あるかもしれませんが、市町村はですね、その職員も限られておりますので、利害関係がないからといって市町村の職員がこの事件に絡んだ飲食があっていいと、そう言ってるんですよ。どう思いますか。総務部長金城博正君。はい、お答えいたします。先ほど副知事からもございましたけど、この職員倫理規定はですね、まず職員と職務に利害の関係のある、利害関係のある業者等との、接触に関し遵守すべき事項を定めておるものでございます。で、この利害関係者ということですけれど、これは職員が携わっている事務ですとか、いわゆる職員の職務、これがのこの事務とのを指す、相手方をですね、指しているということで、今回の事案につきましては、この契約事務について、この職務をやっている方はいなかったということで、そこはしかもさらに、プライベートの、集まりであったということがございますので、今回は問題がないというふうなことを発言しているところでございます。議長、香川教育君。自分たちの都合のいいあれだけ適用しないでですね、中央公務員法の中で第33条第4節の信用支出行為の禁止、それ分かってますか。答えてください。総務部長金城博正君。はい、お答えいたします。職員倫理規定は先ほど申し上げましたけど、この2条でですね、また服務については地方公務員法その他関係法令を遵守するほか、この訓練に従わないということで、当然ながら職員はその基本的な心構えとしてその地方公務員法をですね、遵守するということはございます。ただ今回の職員倫理規定を照らし合わせたこの、私的な、いわゆる会食、プライベートの会食については、そこには該当しないということでございます。ただ、やはり基本的な心構えは、職員としては襟を正すことが必要だと思ってますので、検討しましては、総務部としましては、しっかりそういったことは、注意喚起を図っていきたいと思っています。議長、深川教育君。自分たちの都合のいい倫理だけ通してですね、第4節信用支出行為の禁止というのは、これ、法第33条は、職員はその職の信用を傷つけ、また職員の職全体の不名誉となるような行為はしてはならないと規定するものであります。倫理上の行為違反、法律上の規範としたものである。信用支出行為の禁止は、勤務時間の内外を問わず、勤務に関係してなされたか否かを問わず適用されると。要するに倫理規定というのはですね、本来そうあってはいけない、不名誉なことがあってはいけないと、信用を失ってはいけないというものなんですよ。これに該当しないかと聞いてるんです。総務部長金城博正君。はい、個別の、信用失墜行為、いわゆるその、地方公務員法にですね、該当するかどうかについては、当然のことが、個別の具体なことについてですね、すみません、失礼しました。いわゆるその公務員法上の懲戒の事由、いわゆる今、中川議員がおっしゃるように、具体的な事案の内容、行為の動機、対応、過失の程度等を踏まえてですね、それは個別に慎重に判断することになると思いますが、今回の事案については、いわゆるあくまで私的な会合であったということで理解しています。議長、中川教育君。じゃあ、知事にお伺いします。知事はですね、昨日も今日も答えておりましたが、友人である徳丸氏が受注したということ、いつどの時点で知ったんですか。その日聞いたのか、前の日聞いたのか、1週間後に聞いたのかです。知事、玉城デニー君。その会合の中ではそのような話は出ておりませんでしたので、おそらく、後に業務が始まってから、そのようなことを、聞いたんだろうというふうに記憶しています。中川教育君。その会合の後ですね、その次の日なのか、1週間後なのか、その2週間後なのか、そのようなことを教えていただきたい。知事、玉城デニー君。確かな記憶はありませんが、1週間以上後、もしくは1ヶ月以上後だったかもしれません。休憩お願いします。休憩します。5月17日。で、
24日だった、今の質問に対して、はいはい、答えさせて、あ、いえいえ、部長、はい、部長、中川京貴君、この間の答弁でもですね、5月の17日に内定をしたと、もう その時点で内定をしているという答弁がありましたけれども、あくまでも内定であって、部長はその時に知事に内定しましたと報告したんじゃないですか。文化観光スポーツ部長、荒垣健一君。はい、お答えいたします。昨日ですね、5月17日で、まあ優先権ということで、相手方に通知したというところを答弁させていただきました。昨日も言いましたように、委託契約書であるとか、使用書につきまして、統括官の専決であるということ、それから委託事業者の選定にあたりましては、審査委員会で行いまして、それはまあ統括官決裁であったということでございます。まあ、そのことについてですね、知事への報告はしておりません。香川教育君、休憩お願いします。休憩します。はい、これです。じゃあ、内定の時は知事に報告してない。いつ報告したんですか。今休憩中。そう、いや、確認してると答弁もらったから、いつ報告したんですか。知事にはいつ報告したんですか。具体的に契約業者がどこであるという報告をですね、知事にしてはおりません。知事には報告してないということです。じゃあ中川、再開します。中川教授、ぜひですね、これ議員の皆さんも県職員の皆さんも聞いていただきたいと思っています。この問題はですね、与党とか野党とかいう問題関係ありません。我々県民のために働く政治家として高い道徳的倫理的規範を持たなければなりません。それは県庁職員公務員の方々にも当てはまることです。それを利害関係のない職員は契約前の業者と飲食を共にしていいということを認めたら、それこそ我々議員も資質にかかります。そんなことは絶対に認めてはいけません。部署利害関係がなくても県庁職員である以上、すべての職員に契約前の業者との飲食を共にすべきではないと私はそう思いますけれども、知事はどう思ってますか。副知事も答えてください。再度、知事玉城デニー君。はい、私が参加したのはあくまでプライベートの会合であり、その状況についてはルール部長から答弁をしてさせていただいていますが、まあ、今後とも県民の疑惑や不信を招くことのないよう、客観的かつ公正な県政運営を心がけ、公務に対する信頼を確保してまいります。20分ぐらい休憩して夕食を取らない。